時計駅は広島県東広島市時計駅前にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRG09。東広島市の中心駅としてすでに最上駅があるが、時計地区から最上駅までは2の3キロメートルと若干距離が離れている。そのため、1987年に発足した時計駅建設促進規制同盟会など、 地元4団体によって、長年にわたり、新駅設置が要望されてきた。しかし、予定地周辺は、整備されていないほか、地権者との交渉が難航していたため、明確な計画は発表されないままであった。その後、2009年4月、東広島市が、新駅設置に合わせた、時期地区と地区各整理事業の事業案を公開し、 同年4月29日まで市民の意見を受け付けるなど、駅設置への具体的な動きが始まった。2010年2月、駅、南口広場と国道をつなげる道路の工事が国道486号、最上長寺下交差点北側から始まったのを、川切りに工事が進められていき、2015年には駅舎工事が寄港した。 2016年7月8日の JR 西日本の記者会見で正式駅名を時計駅とし、1日の乗車人員を1400人と見込み、快速列車は通過とする概要を発表した。最上駅が管理し、東広島市が運営する簡易委託駅であるが、同市から再委託の形で、JR 西日本広島メンテック JR 西日本中国交通サービスが、 駅業務を自宅している。一部の時間帯を除いて、ポスター末による窓口発見を行うほか、近距離普通乗車券の自動券売機も設置。愛子家利用可能駅。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。統計で見る東広島によると、1日平均乗車人員は以下の通りである。 周辺は、県営住宅団地や、分譲住宅団地、スーパーマーケットや、国立の医療センターがある、小学校、中学校、高等学校、広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。